画面の前の皆様、こんにちは。メラビトキューでございます。本日はデッドバイデイライトサバイバーの方をやっていきたいと思います。今回パーク構成、逆境魂、都会の逃走術、ネズの版デッドハードとなっております。まあ、やっぱね、我々が信ずるべきは、デッドハードなんじゃないかなと。なんで私？痛い。いうわけでね、デッドハードを信じろと。うん、いうわけでね、信じましょう。間に合うと思ったんだけどね、全然だったね。ちょっとね、ここちょっと全然後ろ見てなかった。というわけでね、めちゃくちゃ席が出てるんで、ね、めちゃくちゃカットが多くなってると思いますが、今回はですね、うまいことデッドハードを何回も使えるような構成にね、しております。ネズの番で疲労回復を早くチェイス中に、まあ、いざという時に、あ、ジェーンがゆっくり来たよ。ゆっくりすまんな、初手で近づりとかいうクソプレイかましてきたわ。わあ、来てる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 んやが、怖いね怖いね。火かよ、いしょ。まあ多分あのネアがねめっちゃ引っ張ってくれると思うんで大丈夫。あのネアと服装を合わそうとした私がバカでしたわ。うん、下半身血濡れでしたね。上2つは同じはず。というわけでね、まあ今度ねアップデートがね入るじゃないですか。まあ、板が減ってくると、板が減って、まあ、よりねチェイスが難しくなると。今よりね、私今の環境ですらチェイス下手っていう自負があるので、チェイス下手っていうかね、チェイスが長続きしないので、まあここは板をしびれるデッドハードをね信じていこうかなと。彫刻か、その速さ彫刻か、まさかの。よいしょ、結構早かったよ。お、いいね。よし、行こう。真ん中付近だ。あそこあそこ。あのデイビッドがねやってるところ。直しに行きましょうよ。ここ3つ三角形で固まってるんで。この偏りをなんとか解消しないといけない。あっばい、やばいやばいやばい、なんか追ってきてるんだけど、頑張れ。さすがにこれで壁入るのは無理やわ。これで壁入ればちょっと無謀すぎる。ナイスナイス。何行く壁、これ。ここ取ればでかいね。来ましたわ。さあ、二窓は普通に越えてくる。なぜならまやかしだから。ここはここは彫刻だから絶対にフェイントかけてチェーンソーでやりに来るはず。オッケー、いざっていう時のデッドハードね。やば、やば、もう出浜吐いたんで沼倒ししたいんですが、
ここはね、オッケー。まあちょっとは時間稼ぎできたでしょう。オッケー、危ね。ナイス。これ多分こうとつってくるんで、戻って奥行ってからこっちですな。やばい、危ねえ。これ、ここはここを飛んでおくと。OK、小屋板を吐いといて、うう、誰か助けに来て。さすがに無理でしたわ。いやー、開けててくれたんだけどね。あと少しだった。あと少しでしたわ。頼む、頼む、誰か救ってくれ、救ってくれ。ありがとう、ありがとう、ありがてえ。あ、逃げるわいやー、最初ね、最初もゴミクソチェイスでしたが、途中からうまくね、いけましたね。危なかった、あそこの角に隠れた時にチェーンソー振ってなかったらちょっと危なかったですね。まあ、私はもう最初に脱出したいと思います。あら、あら、あらら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 、すまん、デイビッド。すまねえ。おお、逃走の成功回数100超えた。初めてだ。いやー、ダブル彫刻でしたね。最初ちょっと分かんなかったんだけど、途中から早くないってなっ、いやー、私もね、練習中ですがね、難しいよね。でも、ね、直角とかできてたからね、まあ すごい、うん、私直角できないもん。直角できないけどなぜか勝てちゃうっていう、それぐらいのパワーがあるんですよ、彫刻ビリーね。使いこなせたらもう最強キラーの一角です。まあ普通に最強キラーの一角なんだけど、ヒルビリーはめちゃくちゃ強いですからね。まあ、今回は何が生きたというわけでもなく、まあ、頑張りました。はい。まあ、デッドハードがあるって安心感から、あの車のところ結構ぐるぐるできたんでね、よかったんじゃないかなと思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。